大晦日の今日、静岡市内のデパートでは歳末商戦がピークを迎え、店内は買い物客でにぎわいました。どうもいらっしゃいませ。どうもいらっしゃい。静岡市の松坂屋静岡店には、年越しに向けてすき焼肉や海産物、おせちの具材などが並び、開店と同時に店内は多くの買い物客でにぎわいました。今年は3年ぶりに行動制限のない年末年始となり、家族連れの姿が目立ちました。また来年の干支、うさぎをあしらったお菓子も並び、お年賀として人気を集めていました。去年はおせちでも1、2人前といった少人数のものが人気だったんですが、今年は3、4人前といった大人数のものだったり、オードブルがよく売れております。そして大晦日といえば年越しそば。そばは長く伸ばして細い麺に仕上げることから、健康長寿の縁起物とされています。静岡市駿河区のそば店では、おとといの朝から仕込みを始め、普段の10倍にあたるおよそ4000食のそばを用意しました。今日はいつもより1時間半ほど早く店を開けると、次々と客が訪れ、多くの家族連れなどで店内は満席となりました。コロナとかで結構いろいろ行事が潰れたんですけど、なんかやっとちょっとこう、ね、動き出してきたから、ちょっと去年よりはほっとしたかなっていう1年でしたね。家族みんな健康で笑顔あふれる年にできたらいいなと思います。この店では今日1日でおよそ900人の来客を見込んでいるということです。